GNOME ディスプレイマネージャーは X ウィンドウシステムの代替ディスプレイマネージャーである。GDM の設定ウィンドウ X ウィンドウシステムはデフォルトで X ウィンドウディスプレイマネージャーを用いるよう設定されているが XDM の設定に関する諸問題を解決する際には一般的に設定ファイルを編集する必要がある。GDM を用いることでユーザーはコマンドラインを使用することなく ディスプレイマネージャーの設定をカスタマイズしたり、設定の問題点を発見することができるようになる。ユーザーは、各、ログインを基本としたセッションタイプを選択することができる。いくつかの GDM の著作権表記は、クイーンオブイングランドに属している。また、バージョン2.21からは、リリース告知にメンテナーとしても名を連ねている。開発者らは、1707年連合法以来、 イングランド女王が存在していないことを後から知ったというバージョン2.22まで GDM にはいくつかイースターエッグがあったこれらはユーザ名ボックスに入力される文字列の形をとって現れるソースファイルの V、ギロギン C で定義されているイービル関数で見つけることができるアナウンス GDM2.21 ザジャスト Because you are not paranoid doesn't mean they are not after you release.2008 年4月17日閲覧。Announce. GDM2.590.2 The r o s e Poking Release。2008年4月17日閲覧。Migrate V2 New Config Framework w i t h A Chain s o u 2 0 1 4年4月26日閲覧。GDM にロギン C 2009年8月26日閲覧。リフオブ、トランク、グイ、グドムロギン、C、リビジョン304。2008年4月19日閲覧。ありがとうございます。